日本福島県藍津若松市藍尾町藍尾町は、福島県藍津若松市の町。郵便番号は965-0031。藍津若松市街地の中部北部に位置しており、西側の馬場本町と東側の旭町の間を、町域とする。町名は、幕露町と中部一家町を結ぶ横町の名称、藍尾町による。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市。 ア津若松市の北西部に位置する。周辺の地域とともに阿賀川の支流、湯川、瀬瀬凪川などやその支流により形成された、戦場地上に発達したア津若松市街地の一部である。東は、旭町、行人町、西は、昭和町、馬場、本町、南は見町、北は、小貝町に接する。現在の五の町の養成度時代、ア津藩によって、 周辺の地域が収められていた。当時、現在の愛い町周辺には、甲賀町、幕露町、中6日町、五の町などが存在していた。各町の外洋甲賀町、甲賀町は若松城下の城郭外北部、当時の上町に属する町で、南側は甲賀町口、北側は滝沢組町に接する幅島あまりの通りであった。 そばで町として大区長があったほか、甲賀町は、文六年間の成立で、ガモウジサトが日野から移住した商工業者を置いた町であるとされる。このため、かつては日野町と呼ばれていたが、加藤氏が甲賀町と解消したとされる。幕露町幕露町は若松城下の城郭街北部、当時の上町に属する町で、南側は六日町、北側は、 滝沢町に接する幅5県の通りであった。町名はかつて住民の多くが暴露であったことによるとされる。また、当町は新町に属していた時期があった。新町とは、ガモウジサトによる町割り以後にできた町で、文六年間に新しくできたとされている。当町では、うま市があったが、後に工人町に移り、上京年間には米や、酒や塩や茶や 工事や、市や、大工などの職業が見られている。中6日町中6日町は、若松城下の城郭外北部、当時の上町に属する町で、南側は本郷町、北側は滝沢組町に接する幅島の通りであった。また、西側には、曝老町が位置していたほか、職人、商人などが多く住んでいたとされる。 五の町五の町は、若松城下の城郭外北部、当時の上町に属する町で、西側の大町から、馬場町を経て、東側の中六日町に至る幅三県の通りであった。また、四の町の北に位置していたほか、五の町には、元六年間に移った臨済州寺葬寺があった。西側の大町から馬場町までを、下五の町、東側の馬場町から中六日町までを、 上後の町といった。明治時代に入ると、江戸時代からの若松城下の町は再編され、甲賀町に千剣道の一部が編入され、若松甲賀町となったほか、幕露町は若松幕露町、中六日町は若松六日町、後の町の一部が若松上後の町となった。また、これらの町名は、1889年まで、 若松を干渉していたが、その後は若松を干渉していない。その後、1889年に町村制の施行によりこれらの町は若松町の町となり、1899年には若松町の市政施行により若松市の町名となった。1951年の若松市による町北村を編入などを経て、1955年には当時の若松市と、 高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併し、藍津若松市となる。これより、甲賀町、幕朗町など、周辺の町は、同市の町となる。その後、1960年代に入ると、藍津若松市の住居表示が実施される。これにより、1966年に、甲賀町、幕朗町、上後の町、 中6日町のそれぞれ一部により、愛い町が誕生する。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。町内を通る会津若松市道で、会津乗り合い自動車によるバスが運行されている。系統は以下の通り。ありがとうございます。